久保田譲から1936年4月14日は、明治時代の日本の文部官僚、政治家。異界君等は、正二位、君一等、男爵、旧名、丈之助、譲次郎。文部省総総の頃から、中央教育行政に携わり、官立広島師範学校長、文部省会計局長、普通学務局長、文部次官、大臣、貴族院議員、枢密顧問官を歴任した。田島国豊岡藩京極家の正臣、久保田兼助の次男として、豊岡本町で生まれる。幕末動乱期に際して、藩校、稽古堂で、田島正人と仰がれた儒学者の池田宗庵に教えを受け、田島養父郡に池田宗庵の開いた私塾、成蹊書院に手文部を収める。1867年4月、日光診療で報徳師法を行っていた二宮尊徳のこの二宮尊行に弟子入りして師法を学んだ。1868年4月に戊辰戦争の影響で報徳師法が中断されると、志野尊公は、相馬中村藩に退去するが、久保田は日光に残って下野国津賀郡、引田村で行っていた、報徳師法の継続を図った。1869年2月に、日光県に出資すると開墾法主役となって、県内の復興事業を任せられる。1871年11月に、日光県は廃県となり辞職。その後、上京して、慶應義塾に入学し、在学中に、小畑徳次郎らの推薦で、民6社に参加し、1872年に文部省に出資した。辻真二、浜尾真らに次ぐ、古参文部官僚として、文部大書記官を経て、会計局長まで、順当に出世していった。ローマ字を小学校で教えることについての建議は、1874年に、広島師範学校長を務めていた久保田が文部省に提出したのが最初とされている。1889年に欧米に派遣され、帰国後は文部第六、普通学務局長、文部次官を歴任。1893年の文部省退官後、1894年1月23日、貴族院議員に直選され、学生研究会の中心人物として、学生改革論者の急先鋒となる。1899年の帝国教育会、臨時講演会における久保田の講演が契機となって、同月帝国教育会会長、辻真二と学生研究会会長、長岡守義の斡旋により、学生改革同志会が結成された。学生改革同志会は、官立私立に差別は設けないと言明。慶應義塾をはじめとする。私立大学を各地に作るように主張。さらに大学卒業までの修行年限の短縮を意図した学生改革運動が展開され、これに反対する東京帝大側の菊池大六や富山正一らとの間で論争が行われるなど、ドイツの制度に去って日本国の学校系統を再構成しようとする意図を示した。1903年には第一次桂内閣の文部大臣に就任。しかし、日露戦争を契機に、富津博人ら東京帝国大学の教授らが、対露強硬外交を唱え、さらに日露講和条約締結に際し、反対運動に参加した。久保田は、政府の命を受けてまず、富津博人と、帝大総長の山川健次郎を、休職処分としたが、大学自治を掲げて、京都帝大の教授らも抗議して、辞表を提出したため、富津事件を誘発した責任で、引責辞任せざるを得なくなった。なお、旧薩摩藩と旧幕臣以外で、文部大臣を2人以上出したのは、旧豊岡藩のみである。その後、新任官となり、大正6年に臨時教育会議副総裁に就任。メンバーは、平田藤介、岡田良平、小松原栄太郎、市木徳郎、江木和幸、鎌田英吉、小玉秀夫、坂谷義夫、古市公武ら。同年11月に、枢密顧問官となり、大正8年に臨時教育委員会会長に就任。昭和4年議定官に選ばれる。昭和6年には、総里氏良心議官を仰せつけられ、皇族会議、家族、爵位などに関する事務を司る。久保田譲海軍将党。ありがとうございます。